ドイツ・オーストラリア男女別学は、学校教育などにおいて、男子と女子が別々の場所で学ぶこと。対義語は、男女共学。一方の性別の生徒のみを教育する学校のうち、男子のみが通う学校を男子校と、女子のみが通う学校を女子校と呼ぶ。ある国や社会、ある時代の教育制度を論じる際など、 文脈によっては単に使用する施設が異なるのみならず、男女で学校制度や教育課程が異なっており、女子の教育機会や教育内容に不平等がある状態を意味する。この場合、男女別学制度、男女別学体制といった用語も用いられる。近代学校教育の歴史上、初等教育段階では、早い段階から多くの国で、 男女共学の方針が取られた一方、中等教育以上で男女共学が導入されるのには時間がかかった。大学で初めて男女共学が実現するのは19世紀のアメリカ合衆国である。男女を別の場所で教育することの背景としては、宗教的な思想や道徳感があるが、女性の社会的な役割に対する考え方に、 基づいて、単に施設を分けるだけではなく、教育過程に違いを設けることもある。こうした考え方は、女子の通う学校を増やして、女子教育の普及に貢献した面もあるが、一方で、女子教育の内容や水準に限定をもたらしたという面もある。男女別学制度は、女子学生の排除や、教育機会の不平等を意味する女性差別の一つとして、 女性の社会的地位向上を求める運動から教育機会の平等が求められ、いわゆる主要国では男女の平等な教育機会が制度面では保障されるようになった。一方で制度的な男女教学では必ずしも教育機会の均等が実現できないとしてフェミニズムの立場から男女別学について積極的に捉える主張も出されている。日本では明治時代に 学校制度が整備される中で、初等教育からの男女別学が原則とされた。1879年に出された教育令は、盆学校にお手派男女教場を、同くするを独すただし小学校にお手派男女教場を、同くするも冒険なしと定め、中等教育以上では男女別学を原則と定めた。これにより、女子の中学校への入学は認められなくなり、 女子中等教育は女学校で行われることとなった。1891年の文部省令第12号、学級編成等に関する規則は、小学校で学年の女子児童が学級編成に十分であれば、男女別学級とするように定めた。中等学校以上では、男女別学の制度が維持され、旧正高等学校に女子の入学は認められず、がって、 帝国大学への女子の進学はほとんど認められなかった。女子に対する中等教育機関としては、高等女学校などが規定されたが、両妻建母主義と言われるように、性別役割分業間に根ざした教育方針が取られており、高等女学校と旧正中学校では修行年限にもサインがあった。第二次世界大戦後の連合国軍、 最高司令官総司令部による占領期男女別学を原則としていた日本の教育制度は男女共学を原則とするものに改められた。教育改革司令を受ける形で1945年12月に女子教育刷新要項が閣議了解され女子大学の創設、大学における男女共学生、中等学校における 男女間の教化の平準化などの実施が決定された。これにより、1946年より従来女子の進学に制限を設けていた高等教育機関に女子が入学するようになった。1946年に出された第一次教育施設団報告書は、高教育を男女別学から男女教学に移行するよう提言。1947年に施行された教育基本法は、 教育上男女の教学は認められなければならないとした。1947年3月交付の学校教育法により、1948年により実施される公立新生高等学校の設置に関する高校三原則の一つとして男女教学が挙げられた。ただし、1947年に文部省は通知、通達として、 新学校制度実施準備の案内、新生高等学校実施の手引きを出し、男女の教育機会均等という根本原則を踏まえた上で、地域の状況を尊重して必ずしも男女教学にしなくても良いという方針を示しており、画一的な指導は行わなかった。占領軍の地方当局の担当者によって方針に差異があったため、男女別の旧生中等学校を統廃合して、 男女共学が徹底された地域もあれば、旧正中等学校を引き継いで、男女別の新正高等学校が設立された地域もあった。また、私立学校は三原則の制約外にあったため、男女別学校として移行したものが少なくない。男女共学が原則となった戦後も、家庭科などでは男女で異なるカリキュラムが設けられた。性別役割分業館によるものとして、 カリキュラムを男女が共に学ぶように改めようという運動が行われるなどした結果、1989年の学習指導要領で家庭科の男女教習が示された。ありがとうございます。